はいどうも、麻婆ーーです。酒、ギャンブル、仮想通貨が好きなただの30代です。この情報だけ聞くとただのやばいやつなんですけど、今日は結構真面目なことをやっていこうと思います。今日やろうと思っているのは、年収都道府県別のお部屋探しのやり方です。これは何かというと、えー、皆さんの人生でいきなり引っ越しをするときが高確率できます。けど、えー、普段学校の勉強とかでは不動産のことなんて学ばないので、 どのぐらいの年収ならどのぐらいの家賃が適切なのかとか広さがどれぐらいが適切なのかとかわからないと思うんですよねなのでこれまで不動産業界で働いていたかつ九州ですとか関東でたくさん引っ越しを経験した私の経験をもとに、えー、部屋を探す時にどういうことを考えながら探しているのかというのを学んでいこうという動画になります さあ、前置きが長くなりましたけれども、具体的にはこちらの流れでやっていこうと思います。1、仮想人物モデルを定義。つまり年収ですとか、引っ越し先などを決めていくということですね。2、物件検索の方法について、ハンズオン形式で学んでいこうと思います。3、家にいながら現地情報を収集する方法を学んでいこうと思います。まずは仮想人物を定義しようと思うんですけど、 1>, まあ1本目の動画ということもあって、一旦若い人を想定して、こういった条件でやっていこうと思います。新卒1年目の男性で、年収350万、まあ、月々で言うと25万ぐらいずつもらって、まあ、1ヶ月ずつぐらいボーナスがあるみたいな感じでいいかなと思っていますで。あとは福岡県、えー、博多駅周辺に勤務予定という感じにしようと思います。 じゃあ次は2番目の物件検索の方法なんですけど私がちょっと使い慣れてる物件サイトであの緑色のちょっとサイトがあるのでそちらの方の使い方をまあ解説しながらどういうことを考えながらお部屋を探していくのかっていうのをやっていこうと思いますはいこちらはまあブラウザなんですけど、えー、Google Chrome ですねこちらを開いてまあ何でもいいんですけど賃貸サイトとかちょっと探しますか そしたらね、たくさん、えー、物件探しのサイトを出てくると思うんですけど、まあ、ちょっと私は、えっ、ー、と、今回、あの、まあ、使い慣れてる、えー、一番上に出てる、まあ、緑のサイトを使っていこうと思います。で、まずこんな感じで、福岡県、今回はね、選んで、条件を絞っていこうかなと思います。で、まあ、新卒1年目ということもあって、車を持ってない想定で、まあ、通勤は徒歩か電車にしたいと思います。 なので今回の場合だとこの沿線っていう方を選ぶといいですね。福岡で博多に行きやすい電車のいくつかあるんですけど、まあ、今回は空港線かな、なくま線っていうあの電車の路線があるんで、まあ、そこを狙っていこうかなと思います。まあ、こんな感じでチェックを2つ入れればいいです。最初のうちは家賃とかの相場感がわかんないんで、まあ、とりあえずは全部にチェックを入れてもらって検索かけるといいかなと。 思っていますで次がその他の条件を指定していくんですけどここで注意してほしいのが、まあ、果たして自分が部屋で一番こだわるべきポイントはどこなのかというのをまずは自分の中で持つことが大切です私だったらこういう優先順位で部屋を探そうと思っています1番が金の面ですね、まあ、家賃ですねあと2番がもうそれ以外ということで まあ極論金額設定さえミスらなければまあ人生積むことはないんで、はいまあ、金額が一番大事かなというところになってきます。あと今回があ年収350万想定なんですけど、月々が25万でボーナスがあの夏冬1ヶ月ずつということで、えー、月25万もらって1年目はですね、あのそんなに 税金引かれないんでいいんですけど、2年目からあのがっつり引かれるんで、だいたい手取りが20万ちょっととか、もうだいたい20万程度になります。世の中的にはあの家賃は手取りの3分の1程度にしなさいよと、よく言うんですけど、少なくとも私はあの350万ぐらいの時は、と3分の1にしちゃうと、それ以外に使えるお金が少なくなるんで、ま4分の1とか5分の1ぐらいに設定するのがベストだと思っています。まギャンブルもできなくなるし。 なので今回の部屋探しでは家賃プラス共育費で4万まあ5万はね絶対超えちゃダメだというところで、えっと、探していこうと思いますで一旦駅徒歩はねあの近い方がいいと思うんで10分以内にしておきますで間取りのタイプなんですけど一、まあ、人暮らしを想定しているのでワン、まあ、ルームワン k が基本になってくるんですけどもしヒットしたらということで 1DK や 1LDK も念のためチェック入れておきます 条件このぐらいにして検索しましょう。そしたらね、あの8911件ヒットしました。これは部屋数だと思います。ちょっとね。これを全部見ていくのは最初のうちはさすがに辛いので、うんまあ、そうですね。一旦えっ、ー、と築年数とかをまあ、10年ぐらいにはい、絞ってまあ、部屋数をちょっと1回絞ってみようかなと思います。 そしたら、えっと、はい、428件出ました。ということで、えっと、これについて見ていこうと思います。で、ここの並び替えのところで、ま,あ、まずは、あの、相場感をつかむためにも、賃料とか管理費が、まあ、安い順、高い順、まあ、どちらでもいいんですけど、まあ、一旦自分はちょっと安い順に表示してみようかなと思います。はい、そしたらですね、ここに、あの、線の情報が載ってるんですけど、 お、なんか一発目から、えっと、空港線の、えっと、はい、物件が出ましたね。このクラブオリエントってやつなんですけど、博多駅に徒歩10分ですね。で、まあ、家賃は、えっと、4万2000の4000円と。まあ、高い部屋だと4万6000の4000円と。ああでも、これ、良さそうですよね。築8年で。マンションタイプで。しかも、博多駅に10分なんですけど、 いやただね、なんか、思ったより空いてると。はい。ということで、ちょっとこの物件に関しては、あの、物件良さそうな割に、うん、空きが目立つので、これはちょっと怪しいと思った方がいいかなと思います。で、まあ、なんでこれ開いてんのかなっていうのを、個人的にちょっと調べてみたんですけど、まあ、部屋の中はね、全然、あの、バストイレ別の、 うん、1K タイプで普通にいいよね、と思うし、うん、キッチンだってめっちゃいいっすよね。うんうん。なんか部屋の中はね、あの全然いいかなと思うんですけど、まあ、下の方にあの物件の、えっ、ー、と、諸費用みたいなのが書いてあるところで、えっ、ー、と、そうですね、ここら辺に書いてあるやつなんですけど、まあ、セキュリティワンコールっていう、 まあなん、ね、えっと、なんか起きた時に電話できますよみたいな <laughs> やつだと思うんですけど、そういったのが1100円かかったり、水道の基本料がですね、3300円月かかったり、えっと、給湯基本料が3850円かかったりしますと。はい、いうところで、まあでもこれって別に、えっと、固定でかかったとしても、まあ普通に住む 他の物件に住んだとしても水道料とかガス料金かかるんでこれ自体はねなんかだいたいその思ったより高くならなければあの全然いいんじゃないかなと思っていますどうせ払う金額だしまあこれをねあのなんかえっと他のねサイトとかのレビューをちょっと見たんですけどまあそこにねなんかあの気になるえっとコメントしてる人とかも いたんですけどはいはいはいまあなんか10回以上に住んでる方がいたんですけどうーん冬場になってもねあのぬるま湯しか出ませんとであとは光熱費もえ夏場の3倍以上になりますと書いてはあるので何、まあ、かねあの思ったより家賃が高くなる可能性があるのかなみたいな、はい、ふうなことをえっと感じることができました。 まあこれに関してはあの実際に気になる方とかいたらまあ不動産業者にそのあたりの月額の話はあのしっかりはい聞いた方がいいかなと思います。まあ、要はあのこの4万6千と管理費の4千円っていうのだけ見て飛びついちゃったら思ったよりあの家賃高いですよっていうことになりかねないっていうところだけお伝えしとこうと思います。 であとととはまあちょっとずらずらと見ていきますそしたらここではあの地下鉄の七熊線っていうところのえと物件が、はい、出てきたりこれも七熊線七隈線と、はい。っていう感じで、まあ、ずっと見ていくと基本的にあの家賃の安い順に並べたんですけどあの基本的に七熊線の物件ばっかりが出てくるっていうような状況になってます。 はいそうですね1ページ見てもあの最初のクラブオリエントってやつぐらいしか、えー、と空港線の物件は出てなかったけどあとはもう全部七マ線という状況になってますちょっと50件にすみません表示検出しておきましょうはいでえー、っといや今度は逆にちょっと高い順にしてみようかなと で高い順にしたらもうね、あの、すいません。家賃5万超えるんで、あこれあれですね。管理費共益費込みとかした方がごめんなさい。良かったですね。ちょっとこれでもう一回検索かけます。うんふん。えっ、ー、と、したらお、高い順にすると、まあ、七熊線の物件も出てくるんですけど、まあ、博多の物件も出てきますね。あでもこれね、あの、 多分ね、マンション名はなんかこんな感じになってるんですけど、見た目がね、あの、多分さっきのクラブオリエントと同じ同等の物件なんじゃないかなと思います。はい。あこのあたりはそうですね。このクラブオリエント系のやつだと思いますね。うんうん。なので、まあこのあたりはスキップして、まあそれ以外はあの七熊線が、はい、出てきて、あとはこの、 えっと、そうですね。名の浜っていう空港線のね、一番端っこのところにある駅の物件が出てくるという感じですかね。ああ、はいはいはい。でもなんか、中州ってところの物件もちょっと出てきますね。まあでもこれもね、見た目はあの、ちょっとクラブオリエント系だと思うんで、はいって感じですね。うんうん。 なんか、ずらっと見た感じ、えっと、七熊線っていう、えっと、ところの線の物件が多いな、というふうに考えられます。まあ、な、なので、えっと、そっちの方が家賃の相場安いんじゃないかな、と思ってもらって大丈夫と思います。で、はい、ここから、あの、まあ、どうするかなんですけど、えー、まあ、七熊線ね。 あのちょっと今出てる駅を見てもらうと分かるんですけどちょっと Google マップとかで調べるとはいじゃあ Google マップでちょっと調べてみましょうかはいで七熊線っていうのがあのさっきねあのなんかどっか動画で説明したんですけどここの下を通ってる線になりますとで物件情報を見ると 七熊線の福大前駅とか、えー、この茶山とか別府みたいなはい名前の駅とかまあこれはちょっと名の浜ってとこなんで別ですけどそうですねこういったところの駅の名前が見えます次郎丸加茂とかじゃあそれがどの辺りなのかというとえー、っと この茶山ってところはあの博多駅からこのぐらいそうですねこっからここまで離れてるような駅であと福大前って駅とかと橋本とか出てましたよね確か次郎丸とか橋本とかの駅はあのこの辺りの駅になりますねじゃあちょっとめちゃくちゃ遠そうだなと思うんですけど 実際これ電車でどのぐらいかかるのかっていうのをちょっと調べてみますね橋本駅でこれを博多駅にしちゃいますうん電車で28分ですねこれですねあのちょっと関東とかに住んだことある人なら分かるんですけどなんですかね 電車に28分乗っとけば職場に着くってめちゃくちゃ <laughs> 好条件なんですよね。なので、あの、全然ね、あの、この橋本駅っていう端っこの駅でも、もし、あの、通勤時間、許容時間、許容範囲内っていう方に関しては、もう七熊線で絞って、そこで出てきた、あの、5万以内の条件の駅、駅というか、5万以内の物件があれば、もうそれなんか、全然問題ないと思います、場所的には。はい。 で、ちょっとね、あの、昔はね、この七熊線っていうのが、あの、博多駅に直で繋がってなかったんですけど、まあ、あの、前ね、あの、こう、博多駅前の道路が陥没したっていう大事件あったんで、知ってる人は知ってると思うんですけど、もう博多に今繋がってるんで、七熊線に関してはもう、あの、多分どの駅の物件選んでも大丈夫だと思います。なので、えっと、ある程度、電車に30分乗ることを許容する ことができる人に関しては、この遠くの、えっ、ー、と、物件でも、あの、大丈夫だと思います。まあ、ただ、えっ、ー、と、まあもう絶対に職場に近くないとダメだ、みたいな人に関しては、えっ、ー、と、ここに、えっ、ー、と、築年数を10年以内とかに絞ったりしたんですけど、えっ、ー、と、まあこれを、あの、変えていく必要があったりします。なので、 そうですねここから先はあの2パターンでちょっと物件を見ていこうと思うんですけどまず1パターン目は、えっと、博多駅にもう完全に近い方がいいっていうパターンと、えっと、2つ目がもう遠くてもいいからあ,のある程度いい部屋ではい大、ま、体電車に30分乗っとけば着くような部屋で,部屋で、えっと、なおかつまあ新しめの部屋がいいっていう人はあのこの七熊線の。 はい、物件を探せばいいと思うので、まあ、ちょっとその2パターンで1回探してみようと思います。はい、なので、えっと、駅をちょっと変更していきます。一旦ちょっと空港線はね、あの、あ最初ちょっと近い方からにしますか。近い方からだと、ちょっと待ってくださいね。だいぶ下に行ってた。そうですね、近い方から探そうというところでも、この七熊線を全部外して、えっと、はい、 でちょっと目の方はもうね遠いんでこの辺りを全部外して検索をしていこうと思いますそうっすねこんぐらいでいいかなそしたらね89件出てくるんですけど、まあ、これはねちょっとさっき、えー、と出てきてたオリエントシリーズ系ばっかなんでこれはあのまあいいと思う人はいいと思うんですけど、まあ、ちょっとね不確定要素個人的にはなんかこの開き方を見るに強いなと であとは博多そばでえっと探すえっときにこれだけしか物件出てこないんでもう今度は築年数を外していくというかそうですねちょっと広げていく必要があるかなと思いますおそしたらあの博多駅そばで築10年以上立ってるんだけど784部屋出てくるよと。 いう,ふうになりますねでそうですねだいたい中洲とかだとまあここなんですけどじゃあここが博多駅までどうかっていう感じです,ですけど。 もうね、電車で3分なんですよね。めちゃくちゃ近いですね。はい。で、お、これはあの36年経ってるけど、まあ、ワンルームタイプで5万ぐらいですね。で、あとは、そうですね、バストイレが別で、ただ浴槽の感じは、こういったなんだろう。 ちょっとあの洗面所がありますよみたいな感じですね。うんうん。まあでもこれちょっと5万ですね。まあ、ただなあなんか、これに5万払うならもうちょっと安くてもいいかもしれんなと個人的には思うんですけど。あ,あ、でも下のやつとかこれ3万5千円ですね。部屋によってもだいぶ値段が違いますね、これ。 ふんふんふんまあ良さそうですねなんだろう普通の普通のワンルームのお部屋って感じですね、まあ、ただねちょっと料理がね結構したいなって人に関してはあのここの料理のスペースが、まあ、めちゃくちゃ狭いですねここに一口コンロ、えー、とこれ多分 IH だと思うんですけど IH に、えーとまあ、この範囲の蛇口の水洗いはしかないっていう感じですねうんうんまあでもこれ3万五千で2千円ならいいかもしれないそうですね腸内会費がまあ200円かかって水道代が2750円固定でかかるとこの安心サポートってやつが1650円 ですね、うんまあまああのお部屋の感じが好きな人は、えっと、こういうのは候補に入れてもいいかなと思いますうん駅ね徒歩7分だしはいいいかなと思いますまあまあこれはあの博多駅に近くてえっとなおかつ5万以内で住みたい人っていうのはこれあの当てはまるかもしれないですね これちょっと物件あの一緒ですね。上のやつと。で、えっと、今度は博多駅から徒歩12分。で、えぇ、ー、築24年ですね。ああ、これアパートタイプのやつですね。で、まあ、これはちょうどね、もう5万ですね。いや、だからね、それ以外のものを考えるとね、多分超えるんですよね、おそらく。 まあまあ町内会費500円と安心サポートってやつが880円、まあ、千何百円かかるんで,であとそうですねうん、まあ、場合によってはちょっと保証会社の料金とかもかかったりはするんですけどまあ良さそう まあ5万も超えてるんで、それを許容できるかどうかって感じですかね。お、で、部屋は、ああ、いいですね。あの、キッチンね、普通に料理できるようなスペースがあると思います。で、しかもお風呂もね、いい感じですね。ああ、しかもこれ、ウォークインクローゼットありますよね。うんうん。で、独立洗面台もついてると。 あでもこれでなんだろう博多駅まで12分でこの値段なら結構いいんじゃないですかねであと1階とかも気にならないならこれね結構候補に入ってもいいかなと思いますっていう感じでなんかいろんな物件を見ていってこの値段がまあ近いし安いけどちょっと古っぽいみたいな ところにするか、まあ、こういうアパートタイプだと、えっと、マンションよりはね建物の造り的にあのコンクリートとかじゃないのでちょっと安い傾向にあるんですよねなのでこういう、えっと、アパートタイプで、まあ、広々としてあのなんだろう、まあ、若干その物件のグレードというか部屋の中身が綺麗だったりあの部屋の中身があの設備が。 整ってたりするアパートを選ぶか、で、マンションで、えー、っと、まあなんだろう、そこそこいい部屋にするかみたいな感じで、どんどん物件の情報を出していくといいかなと思います。まあ、ちょっとね、大体見たんで、次安い順に見てみようかなと。このね、この安さだったらもう古くてもいいよみたいな物件が多分ね、あの、 場合によっては出てくると思うんで。おこれはあの、月3万ぐらいですかね、おそらく。で、博多、徒歩圏内と。はいはいはい。まあまあ。まあまあ、バストイレ一緒か。そうですね。バストイレ、お風呂とトイレが一緒で気にならない人とかは、 いいかもしれないですけど、まあ、私はちょっとね、あの、苦手なので、これは候補から外そうと思います。まあ、もしいいと思う人はこういうのも候補に入れてもいいと思います。なんかね、これ個人的な肌感なんですけど、1K ワンルームタイプで、あの、15平米っていうちょっと部屋のね、大きさの単位があるんですけど、15平米前後ぐらいの部屋って、だいたいなんか、 部屋が本当に狭いか、あの、風呂とイれは一緒のタイプだと思います。なので私は、あの、あんまりこのぐらいの広さの部屋はね、ちょっとなるべく選ばないようにしていってますね。はい。まあ、こんな感じですね。ああ、でもなんか、このぐらいになるとようやくあの20平米を超えてくるワンルームが出てきますと。 3万3000と3000なんで、まあ3万6000ぐらいですかね。はいはいはい。ああ、風呂トイレちゃんと別ですね。で、ただ、ベランダからの眺め的にちょっと高速道路が目の前にありそうですね。なのでちょっと音が気になる人は向いてないかもしれない。 まあでも、この千代県庁ってやつがあれですけど、そうですね、空港線の祇園駅徒歩10分圏内で、あのまあ、ちゃんと広さもあるワンルームタイプでバスとエリア別。正直個人的に、あの本当に一人で引っ越すんなら、この物件かなり候補に入りますね。これはステイです。まあという感じでね、ちょっと。 これをね、ずっと探しとくと、えー、無限に時間が解けるんで、今回はやりませんけど、まあ、ポイントなのは、一旦、えっ、ー、と、働きたい場所とか、えっ、ー、と、ここに行きたいから、この部屋に住むんだっていうところから、まず近いところで探して、こういう築年数とかを、あの、指定しないようにして、えっ、ー、と、探してみるっていうところですね。で、そこで出てきた物件の賃料管理費が、まあ、安い順と、 高い順にちょっと見比べてみてみ、えっと、自分はあの安い方でもまあ耐えれるのかとかあのまあ大丈夫なのかみたいなところを考えてもしその高い方じゃないと難しいっていうところだったらこの高い方から順番にえっと見ていって自分の中でその落としどころっていうのをつけるといいかなと思います。はいまあ、近場の方はこんな感じですね じゃあ次は、えっと、まあ、さ、あのー、動画の途中で言ってた、あの、七熊線の方を見てみようと思います。はい。じゃあ今度はこの七熊線ってやつですね。じゃあ七熊線を検索してみますと。検索範囲に入れて、今、あの、築年数絞ってないんで、こんなのが出ますけど、築年数をちょっと10年以内に絞ってみましょう。そしたら285件と。 で賃料が、まあ、新しいけど、まあ、安い順っていうのにちょっと自分はしてみようかなと思いますおそしたらあのこの辺りが出てきますかね梅林駅ってところ徒歩8分で築9年で3階建てですねなんかちょっと細い感じがしますね 6.4畳でバストイレ別で室内洗濯機置き場ああお築10年以内でこのタイプのやつはなかなか珍しい気がするけどこんなもんなんかなあーまあでもそうですね風呂場周りは結構自分は好きな感じですね ちょっと隣にトイレがあるのね、そんなに好きではないんですけど。うんうん。まあこんな感じか。これは一緒か。うん、一緒。ほぼ一緒。これはあの別の駅、福田井前駅ってとこから徒歩10分圏内。 ただ、福大って福岡大学なんですけど、まあそこのそばなんで、おそらくは学生さんとかも住んでるんじゃないかなと。あ、てかこれあれですね。同じシリーズっぽいですよね。うんだもうちょっとちょ、ここ頑張ればいい気はするんですけど、<laughs> まあまあ、これがあってのこの安さなんでしょうけど。はいはいはい。 いや、何やろうなーああ、で、またちょっと別のやつが出てきましたけど、4万六千円ぐらい ?4 万6千500円。他になんかかかるのあるのかなまあ、パッと見、特にね、ないですね。で、ああ、はい。学生希望と書いてあることから察するに、ここは学生向けのアパートになるので、 まあ自分以外もちょっとアパート、はい、学生さんが入ってる感じがしますね、おそらく。でまあ、これは完全な偏見なんですけど、ちょっと学生さんだとね、あのこう夜もね、遊んだりしてあの、若干ね、うるさいとかいう傾向にあるというか、まあ、自分がそういう感じだったんで、はい。でまあ、これ、建物がねあの、多分アパートタイプで。 ちょっと見た感じ木造っぽいので、まあ声響くんですよね。なのでまあ、あの夜寝るときに静かじゃないと寝れない人とかは要注意かなっていうふうに思います。で、次は、築6年。もうほぼ5年なんで、結構いいんじゃないですか、新しさ的に。まあでも同じようなアパートですね。アパートタイプ。 ふんふんあれこれがっつり2階があんのああ2階というかロフトねうんでもこのなんかロフトの感じ好きですけどねあのなんかはしごをかけるロフトとかも中にはあるんですけどこんな感じでがっつり階段で登っていけるタイプのロフトだったらもしかしたらあの そのちゃんと寝やすかったりとか、ちゃんと天井の高さが確保されてたりするかもしれないんで、ここいいかもしれないなと、個人的には思いました。はい。おーい。っていう感じでずらーっと見ていくとね、あの、基本的に思うのは、まあ、2階建てぐらいの,あのアパートタイプが七熊線の方だと、多いなというふうに思います。音とか気になる人は、 あんまりそのアパートね、おすすめできない傾向が強いんですよね。まあ、ちょっとね、中には、あの、うん、まあ、積水産とか、あの、台湾ん的なところのハウスメーカー系は、あの、建具というかあの、壁材だったり、床材がしっかりしてて、音がね、あんまり気にならないっていう場合もあるんですけど、基本的な木造タイプのアパートっていうのは、音響きやすい傾向にあるんで、そういった人は、あの、選ばない方が。 いいと思いますなので、まあ、こう眺めてああちょっとアパートばっかりだなでもマンションがいいなって人はもうマンションにこう絞ってみるといいかもしれないですただちょっと気が変わってあのあアパートって言ってもこんなに部屋の中が綺麗ならあの住んで住んでみてもっていうかちょっとお部屋の中見てみてもいいかなっていう人もいるかもしれないんでまあもうそこはあの好き好きですねなのでもうちょっとはい 音気になる人用にマンションで絞ってみると、えー、88件と。で、これはあのもう最初の方でやってたオリエント系のやつなんで、深くて要素でかいやつなんでちょっと省きます。としたらもうね、あのマンションタイプじゃちょっと一件も出てこなかったですね。はい。まあ、なのでちょっとねあの、かなりダラダラと見ていったんですけど、まとめると、えーまあ、もし博多周辺で住みたいなら、 古さは覚悟した方がいいと。はい。いうふうになります。で、家賃もちょっと高い傾向にあります。ただ、その中でも、博多のそばで、かつ安い方がいいっていう人は、えっと、このぐらいの古さはちょっと覚悟しないといけないかなと思います。まあ、でも、ここ全然個人的にはね、好きですけどね。古さとか、その、 設備のちょっとね、あの、昭和感というか、はい、まあ、そういったのはもう仕方ないのかなと思います。で、あと、こう、ちょっと家賃はね、高めというか、5万ギリギリで、なんならはみ出ると思うんですけど、それでも、あの、博多東北県内で設備がある程度しっかりした方がいいっていう人は、こういった、あの、アパートタイプのお部屋がいいかなと思います。で、ここがね、あの、軽量鉄骨で、これ、予想なんですけど、 多分ねあの自分がさっきちらりと言ってたあの、まあ、ハウスメーカー系の建物なんじゃないかなと思うんでここはあの音とかねそんなに個人的には木造のやつより聞こえないと思っています、はい、であとはそうですねうんうんまあ普通にこういうマンションとかを、えー、と駅 から、ま、その博多駅から近いところの駅で、えっと、ある程度探して良さそうなのを見つける。みたいなことをするか、するといいかなと思います。あと、これとかもね、3万、4万いかないぐらいで、一応、はい、博多に近いところで出てくるので、まあ、このぐらいの部屋でもいいかなという人は、こういった部屋、 探し方をすするとといいいかなと思いますただもう自分はあの確実に新しい部屋じゃないとダメだという人にとってはあのちょっと別の路線をはい検索してでしかもあの駅からはねこう離れることは覚悟した上ではいこういったお部屋を探してみて見るといいかなと思いますなので多分ねあの 下調べを全くしないまま、これ不動産屋に行っちゃうと、多分ね、この2パターンぐらいで、えっと、その、賃貸の仲介業者さんも紹介をしてくるんですよ。まあ、近くて古い方がいいか、とか。で、それを見た上で、あの、やっぱり、うーんってなって、じゃあ次はちょっと遠くの新しいところ行きますか。っていう、あの、ちょっと割と無駄な時間を過ごすことが多いんじゃないかなと思います。なので、 私が言いたいのはある程度あの自分が先にあのもう下調べをして物件情報を見た上であもうこの古,古い感じはもう私は無理だという人はもうあのこういうちょっと離れて新しめの部屋を探した上でもうあの私はもうこの七熊線の方で、えっと、探してこういう10年以内の物件がいいと思っていますということをもう最初から伝えてあげるともう部屋探しがめちゃくちゃスムーズになると思うんですよね。はい まあ、ということで、えっと、ちょっとね、今回、博多駅周辺のお部屋、まあ、近くて古いお部屋と、まあ、遠くて新しいお部屋の2パターンでちょっと見ていったんですけど、まあ、この事前に下調べをすることで、仲、えっと、介業者的にも、あのご自身的にもあの、まあ、時間の短縮になって、ハッピーなお部屋探しができると思うので、まあ、こういったことを考えながらね、あの部屋探しちょっとしてもらえたらいいかなと。 思っていま,す、まあ、また、需要がありそうなら、別の年収とか、はい、別の場所とか、そういった、ちょっと人物モデルを、また別の人にしてみて、えー、っと、やっていこうかなと思います。ありがとうございました。